はい、こんばんは。今日は2月の23日祝日、天皇誕生日の日、仕事でした。はい、今日こんな時間ですけども、今ちょっと勝山のね、青木に来まして、何年か前にできてまだ自分一回も行ったことないんで、そこへちょっと買い物しに行ったっていう動画です。でしたら、駐車場に思わぬ車両がいたんで、ベタ付けしてしまいました。横付けに。それがまあちょっとこれちょっと先の映像なんですけども、ちょっとスミペの曲かかってますけどね、すいませんね。もうちょいで青木です。あと 100m ぐらい、ここです。あ、いましたよ、怪しげな車両が。人じゃないんだこれ。横の運転手の方、携帯でゲームして遊んでます。で、助手席の人の隊員を待ってるんでしょうね。で、店内入っての隊員がどの方かちょっと分かりませんでした。チラ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 見てくるんですけども、番掛けはしてきませんね、さすがに。勝山署の起草ですね。完全こっちのことガチ無視しますよ、基礎の人。こっちはちょっと関わりたいなと思ったんですけどね。で、わざと左から行きます。レガシー B4 のターボの多分4区かなで、基礎なんですけども、配線が汚かったですね。普通の配線ガイドね、普通にアマゾンとかに売ってる配線ガイドですよ。中には押し込むタイプのああいう配線ガイドなので、ユーロアンテナからで、配線がね、ユーロからダラーンとね、なんか上がってたんで、これはおかしな車両だなと思ってね。でしたらね、やっぱ奇想でしたね。純正でユーロアンテナないですからね。なんかあの配線ガイドダセえな、あれ市販で売ってる配線ガイドであんなもん、ただ配線コツンコツンの中に何か押し込むだけのタイプのやつよ。それはダセえな、ちゃんと俺みたいにちゃんと。というわけで、ここで、ローソンで撮影していました。ではご視聴ありがとうございました。木曽302でした。初めての、勝山線の木曽を、ウォッチングしました。まだまだ多分車両はあると思うんですけども、今日は、レガシー B4、ターボだけでしたね。だけ、まあどっかでまた、会うであろう木曽。ではご視聴ありがとうございました。木曽302でした。